今回のスタイリングもめちゃくちゃかっこいいですね。毛流れ感もいいし、新しいコレクションのラブシャインっていうコレクションのローンチに向けて、かなり近未来的なコンセプト で400数十倍売り上げちゃう平野紫耀。そして韓国代表のニュージーンズ。で、これがインドネシアメディア、ファンの方が I'm obsessed。チョウ君と一緒に写真を撮っていて、この方ですね、やばいんです。Hi guys, welcome back to my channel, コニーです。隣でビデオイター、モーションデザイナー、セルクリエイターコニーです。ということで今日ですね、平野紫耀くんがなんとパリに行っていたということで、イブ・サンローランビューティーさんの方ですね、新作コレクションのイベントに招待をされていて、あの超有名海外歌手アーティストと一緒に写真を撮っていて、それが話題になっていた。で、彼女の凄さ、そして平野くんがパリのですね、YouTube チャンネルの方に動画も上がってたんですけど、いろんなパパラッチに撮られておりまして、動画がかっこよすぎるということで、いろいろ情報が出ていまして、インドネシアのメディアとかにもインタビューをされていて、今回ね、招待されたセレブのラインナップが凄すぎるので、そこら辺解説を含めてお話をしていきたいと思いますということで、平野翔太の皆さん、ナンバーアイ好きな方、チャンネル登録まだでしたらぜひ一緒に応援していきたいので、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。最新情報を随時分かりやすく、発信しております。ということで始めていきましょう。インスタの方で翔くんが10時間前に上げてたんですけど、で、まあ、イブ・サンローランのアジアアンバサダーに、まあ、今年に入って就任してということで、パリ入りをしたみたいです。こちらです。じゃじゃん。インスタの方で上がっております。すっぴんなんだけど、かっこよすぎないか。自分もパリ行ったことあるけど、このパリの景観がこんなに似合う日本人はいるのであろうかっていうぐらいめっちゃ似合ってますね、こちら。めっちゃ顔綺麗。で、後ろの建物やっぱパリのこういう感じなんですけど、綺麗ですよね。で、イブ・サンローラン招待されましたので、こういう感じでギフトもらってますね。はい。で、翔平野ということで、インビテーションもあって、で、今回風船がかなりキーになってきて、このコンセプトのね、ハートの風船ってのが、今回ポップアップストアができたんですけど、そこにも結構飾られていて可愛いんです。で、翔くんですね。これ新作と一緒に撮ってるのかな？可愛らしい。こちらですね。はい。パリで普通に、今回、ルイ・ヴィトンで前回行ったと思うんですけど、また帰ってきた感じにはなるかなと思います。なんかちょっとプライベート感のある翔くんがやばすぎます。で、イブ・サンローランラブシャインファクトリーということで、今回のコレクションがラブシャインっていうやつなんですね。こちらちょっと流し見して解説始めていきたいと思うんですけど、ガチャポンとかもあって、翔くんですね。で、アジアアンバサダーということで、日本を代表して今回招待がされていたそうです。ちょっと顔綺麗すぎて、今回髪型を上げて、毛流れ感、毛の流れが綺麗すぎてすごいいい笑顔ですよね。こちらじゃじゃん、背景、パリを背景に撮る、真顔の平野翔もかっこよすぎるというわけでございます。インスタのストーリーの方こう上がってたんですけど、まあ、これはこのポストの宣伝っていう感じかなと思っております。で、重要なのはなんですけども、こちらじゃじゃん、目撃されてて、まあ、パリのビデオスターズっていう、まあ、有名なパパラッチ YouTube チャンネルみたいなのがあるんですけど、これ撮られていまして、翔くんもう一瞬ですよ、これ、この輝きえぐくないっていう感じで、誰招待されてたのかっていうところなんですけど、韓国からはニュージーンズですね。ダニエルちゃんとか映ってますけど、ニュージーンズ、そしてこれから説明してくる海外アーティストとか、アイタナ、ミレナサミットとか呼ばれております。もうすごいラインナップなので、アジアからは韓国のニュージーンズですね、紅白にも出ました。日本から代表で平野翔が招待されたというわけなんですけども、まずこちらなんですけど、ちょっと一番やばい、個人的に一番やばいのが、これなんですけど、イベントポップアップストアができてて、まあいろいろメディアさんとか呼ばれたインフルエンサーとか芸能人の向こうのセレブの方呼ばれてたと思うんですけど、翔くんとこの方ですね、やばいんです。マジでやばいんです。デュアリパさんという方なんですけど、一緒に写真を撮っていて、こちらですね、かっこよすぎる平野翔。で、一緒にこの撮っている方が、マジでアメリカでもイギリスでもすごい方なんですけど、というところで紹介しますね。デュアリパさん。この方イギリス人なんですけど、28歳で、アルバニアとイギリスのハーフの方なんです。で、歌手でして、一番ヒット曲が、ニュー・ルーズっていう曲でめっちゃヒットして、そっからもうずっと右肩上がりで売れてきてて、グラミーとかブリットアワードなんかで賞を取っている方ですね。直近のこの前あったグラミーでも新曲の披露があったりとかして、で、この方影響力えぐいです。結構、ティーンだった。イギリスに自分いたんですけど、イギリス人でデュアリパ知らない人いないし、10代、20代の方だったら、イギリスでもアメリカでもデュアリパ、そう、知らない方はいないっていうぐらい有名な方で、インスタのフォロワー数が
ひなのくん400万人に対して8872万人です。もうすごいわかりますよね、これ。で、この方が今回のイブ・サンローランのイベントで、まあ、フィーチャーされたモデルを務めてたんですけど、I have something fun to tell you guys in the UK text me ってこう書かれていますけど、まあ、ツアーの情報とかもあって、まあ、今回実際にデュアリパさんがね、イベントに招待されていました。で、音楽活動もそうだし、で、ミュージックビデオがめっちゃおしゃれで、スタイルもめちゃくちゃいいです。この方と一緒に撮っていた、やばいよね。で、まぁ、ちょっとデュアリパさんと撮ってたってことで、平野翔くん、世界の平野翔がもうすごい8000、一緒に撮った写真とか、もしデュアリパが上げてくれたとすれば、平野翔の魅力が世界に伝わって、世界でまたちょっとファンが増えちゃうという事態になってきたんですけど、今回のイベントに関しては、パリの、ニューヨークのファッションメディアの方の文章があっていいなと思ったんですけど、イブ・サンローランが今回ポップアップストアですね、ラブ・シャイン・コレクションっていうののポップアップストアをオープンしましたと。で、これはまあ、ローンチ、新しいコレクションのラブ・シャインっていうコレクションのローンチに向けてっていうところなんですけど、まあ、今回のポップアップストア、これガチャポンとかがあったりとかして、なんかアイテムが当たったりとか、ロボットとかがね、設置されているんですけど、ちょっとお見せしますね。こちらなんですけど、かなり近未来的なコンセプトで、ロボットをはめ込ん、リップスティック、口紅をはめ込んだロボットが動いてたりとか、チェスボードがあったりとか、こうバーになって、でそこの後ろにリップスティックがこう置いてあったりとか、それだけこうデジタルスクリーンとかもあって、すごいフューチャリスティックみたいな感じで表現されてますけど、近未来的な感じのコンセプトで、かなりピンクで可愛らしい感じなんですけど、イベントの内容に関して、これニューヨークの記事なんですけど、ちょっと Google で日本語訳をして、YSL ラブシャインコレクションの発売に伴ったポップアップをオープンということで、今回ニューコレクションがラブシャインということなんですね。で、この新作のイベントのポップアップストアができたわけですね。で、26日か27日なんですけど、YSL のラブシャインコレクションの発売を記念してということで、まあ、ロレアルの高級部門の一部でありますよね、YSL は。で、今回パリの11区っていうエリアでポップアップをオープンしましたと。うん。で、今回、ジュールフェリー通り27番地にあるんですけども、パリの、YSL ラブシャインファクトリーの入り口ではということで、これ振動性、まあ、ハートなんですよね。このハートをかたどった YSL の、この、小道具というか、吊る下げられてるんですよね。これめちゃくちゃインパクトがあって、で、今回、他の4つのエリアでもね、ブランドのアンバサダーである、まあ、デュアリパが、いろんなところに写真、デュアリパさんのね、モデルの写真とかが貼ってあるんですけど、今回新しいコレクションを発掘するユニークな機会を提供しますという感じ。で、訪問者は、ね、今回すごいのが、YSL ラブシャインの口紅をフィーチャーした、なんかロボットがこう動いたりとかしてるんですけど、それも見たりできるし、すごく未来的な部屋になってる感じですね。で、嗅覚バーって書いてあるんですけど、まあ、バーができてて、なんか匂いを体験できるような感じの、リップスティックバーみたいなもできてるみたいですね。で、これらすべては訪問者が口紅を獲得できるハサミ。で、これガチャポンみたいなのがあったと思うんですけど、これがまさに、平野くんがやってたガチャポンで口紅が入ってるっぽいんだよね。そういう面白い仕掛けもあったりとかして、来場者はそういうイベント、アクティビティも楽しめると。で、さらにはコレクションや商品の発売を記念して体験型ポップアップに挑戦する、商品ブランドは、イブ・サンローランビューティーだけではないと。で、最近こういうのが増えてきてるみたい。体験型ポップアップで、まあ、売り上げ上げていく、知名度上げていくみたいな。で、今回これだけ名だたる人々セレブを呼んだのもそういうわけで、日本でもうすごい売り上げを成し遂げた。1日で EC サイト経由で400数十倍売り上げちゃう平野翔、そして韓国代表のニュージーンズだよね。で、まあ、イギリスというか、まあ、LA も拠点にしてますけど、デュアリパ、北米、イギリス、デュアリパさん呼ぶってことで、相当すごいわけ。でも、デュアリパアンバサダーもやっているので、ってところで、すごいですよね。で、そこに翔くんが呼ばれるっていうことがすごくって、デュアリパさんと、こう、今後、なんか、何かしらのきっかけでコラボレーションとかが起きてきたら、もう一瞬で世界行くと思いますよ、平野翔は。それだけすごい影響力ある方なんで、で、実際に、平野翔くんの目撃情報が、で、ちょっと、これ先ほど見たやつですけど、こちらですね。パリスポップスター、ビデオスターズってやつ。こちら。めっちゃかっこいいの、平野翔が。これ入場入りのところまでなんですけど、ここのパネルで写真撮ってから歩いていくまでの、道のりなんですけど、かっこよすぎて、これがちょっと話題になっている。こちらですね。パリビデオスターズ。めっちゃいい笑顔で Thank you so much って多分言った。かっこよすぎる。横顔もいいし、正面から見てもかっこいいという顔面国宝なんですけど、
今回のスタイリングもめちゃくちゃかっこいいですね。毛流れ感もいいし、なんかすごいセクシーな仕上がりにしてきましたね。いつもと分け目変えたかもしれない。めちゃくちゃおしゃれ、かっこいい。これイベント会場にいると入った時にファンの方がハローって言ったんです。それに対して翔くんもハローと言い返す。めちゃくちゃ優しいしイケメンすぎて、こんなで、こちらですね、ちょっと引き目の絵なんですけど、 YSL ビューティー、まあ、ポップアップストアの外のかなり巨大なイベントポップアップなんですけど、翔くんですね、お美しい。横顔がマジでお美しい。で、これがファンの方が上げてたやつで、で、実際にこの、ファンの方が I'm obsessed って書いてたで、翔平野って書いてたんですけど、もう私、ハマって、もう中毒、中毒ですって。平野翔にハマってます、続婚ですみたいな感じですね。こちら。これ別アングルだね、さっきの。で、ファンの方がもう、あーって言ってる。めちゃくちゃかっこいい。なんか今回、超なんか、黒でシックに仕上げてきてるんだけど、やっぱ髪型だけで、髪色だけですごく仕上がるから、今回のブロンドでね。で、これがインドネシアメディア、バザールインドネシアってやつなんですけど、インタビュー受けて。この時のビジもやばい。ちょっとロングコートなの、今回。コート、ジャケットか。で、ハワイ、ハイパーバザールインドネシアっていう、ハイパーバザールっていう、まあ、ファッションメディアなんですけど、に対して、ご挨拶してて、アイムショーヒラノと、綺麗な発音で言っております。で、多分おそらく、アジア系のメディアがね、たくさんいると思うので、インタビュー受けてると思います。で、中にいた方、ライブ配信してて、ショー君がこうやって映ってたんですよね。よく見ると、左下の方に。うん、で、この中こんな感じになってるんだ、ということで、すごいですよね、この中のセットもね。すごくおしゃれな仕上がりで洞窟みたいになってるんだよね。で、ここに実際に翔くんがいて、で、この中でインタビューとかも受けていて、で、スマホでこう撮られているのが見えるんですけど、ここから。で、はーいみたいな感じ言ってて、おそらくファッションメディア系のインタビューを受けている翔くんが目撃されている。で、今回の本当にすごいのが、外、外観がまずこんな感じで、ここでも写真撮ってたのが平野翔くんでございますけど、外のパネルもかなり光沢感あって目立つ。パリのもう道にもうドカンとポップアップスと YSL のポップアップスができてる感じなので、何が起きてることやらって感じで、シャインファクトリーって書いてありましたけど、こちらですね、 YSL、 この風船、ハートの風船がすごく印象的ですね。で、実際にこういうロボットとかがあって、口紅をこう持って動くコレオグラフィーってあの文章で書かれてました。もう本当振り付けされているかのような、踊りをしているかのような、すごく近未来的なこういう感じのポップアップストアになってるわけでですね、内装がすごいよね。で、ここら辺もやっぱリップとかバーみたいになってたりとか、壁も一面に新作のラブシャインのコレクションのリップが飾られているわけですね。で、ここもチェスボードとかになってたりとかして、結構中広いと思うね、これはね。で、ガチャポンもあるんですよね。で、これ実際に当たるという、口紅が当たる、リップスティックが当たるみたいですね。こういう体験型のイベントやっぱ最近来てますね、ハイブランドでもね。で、風船あって、ここら辺翔くん、平野くん写真撮ってね。で、ガチャポンあって、ラブシャインキャンディーバーとかで、ちょっと甘い匂いのするキャンディーバーみたいなのもあるらしくて、ここに商品とかが置いてあるわけですよね、こうやって瓶の中に。すごくおしゃれな仕上がりで、翔くんぴったりなんじゃないかなってところですよね。没入型ポップアップストア、ラブシャインファクトリーを立ち上げるということで、今回ですね、ブランドの新しいリップスティックを発見する没入型の体験で区切られた旅ということで、YSL、新シリーズですよね。すごくスタイリッシュに祝うためって書かれてましたけど、本当にその通りで、今回ですね、こちら写真もありますけれども、ラブシャインファクトリーと名付けられたこの没入型のポップアップはということで、これ英語の直訳なんですけども、ちょっとわかりやすく読んでいきますね。訪問者を YSL ラブシャインの象徴的な世界に引き込みますと。このコンセプトがすごいおしゃれだなと思って、こちらにも載ってますけども、この風船がね、ちょっとバンクシーとかがさ、あの世界の名の知れたあの画家さんですけど、こういう写真ありますよね、アートワークでね。で、そのバリエーションであるラブシャインキャンディーグレイス同様に、これらの商品には生物多様性とか女性コミュニティの支援に重点を置いた取り組みであるみたいな感じで書かれてますけど、で、今回のリップにはオウリカコレクションガーデンズの成分が豊富に含まれていますと。もし女性のコミュニティ支援とかに重点を置いている、今回このガーデンズ、ガーデンがあるんですけど、農園があるんですけど、の成分が
含まれているそうですね、今回のコレクションには。なのでそういう意味で支援にもなっている。で YSL ビューティーの国際マネージングディレクター氏がこういうふうに言ってるんですけど、まあ、成分自体もすごく生物多様性とか女性支援とか再生農業実践とかそこら辺のいい社会にいい影響を与える農園の成分が入っているわけですね。で今回こちらですね、ラブシャインリップスティック、すごくゴージャスな仕上がりで、こちらですね、このジャケットもすごいおしゃれだよね。で香りバー必見のワークショップなどって書かれてましたけども、まあ、香りバー、実際に香りをかけるバーもあったりとかして、いくつかのアニメーションが発表されました。まあ、最初のスペースでは、まあ、リップスティックのラインを表現するため、発見するために6人のメイクアップアーティストが監修したメイクセッションにいて覚醒された没入型体験ができるわけですよ、ね、すごいよね。だから香りバーとかタトゥーワークショップ、さらに YSL ラブシャインファクトリーはロボットが提供する振り付けを通じて、今回ロボットもあってすごく近未来的な感じで、いろいろ体験できるアクティビティを通じて商品のことを知れるみたいで、このイベントは数日間にたくさんのサプライズが発表される予定ですということになっておりますね。で平野翔くんが今回8時間前に上がったんですけど、こちらですね、翔くん、やっぱ引きで見たとこ方がいいかも、これすごいんですよ、やっぱね、ひときわ存在感がすごいの、翔くんは。うん、もうパリのもう道ですよ、こちら、かっこいい。普通に朝とか通勤の人とかいるだろうし、普通の一般人も歩いてるようなところで、もう YSL のポップアップがボンってできてて、で、ま、正面に平野翔が、正面玄関に平野翔がいたらちょっと驚くような。ちょっと緊張しているかもしれない。久しぶりではないんだけど、パリ。最近行ったばっかだから、ね。今年始まって。でもパリだんだん慣れてきても、パリが多分翔くん今大好きになってきてるかもしれないですよね。でこれ先ほど紹介したデュアリパさんなんですけど、イギリスアルバニアハーフ、もう世界的ポップアイコンスターですね。でこう中に入ってって、さっきここで翔くんと中で写真撮ってたやつなんですけど、で実際にニュージーンズちゃんとかも呼ばれていまして、すごいですね。海外でアメリカでもビルボードホット200とかにもチャートインするすごい新人なんですけど、これダニエルちゃんですね、今回はね、呼ばれたのはね、5人くらいいるんですけど、でこの子はオーストラリア育ちなんで英語堪能で、ファンの方と普通に英語でやり取りしてる。で翔くんもこういう感じで、多分おそらくファンの方いたと思うんですけど、やっぱり韓国アイドルはすごいよね。追っかけがすごいよね。で、翔くんの現地ファンも絶対いたはずですけど、さすがにちょっとオーラがすごすぎてってところで、サインまでは。時間帯的にもね。で、これ一番最後のやつ。こちらですね。ちょっと歩いていくし、かっこよすぎる。顔が整いすぎる。顔ちっちゃすぎる。顔めっちゃちっちゃくないか、翔くん。ちょっと今襟足長くて、毛流れもこういう感じで後ろに流す感じ、おでこ出しで、全身黒コーデで美しすぎます。で、まあ、実際にデュアリパがプロモーションアンバサダーとしてモデルをやっているんですけど、キャンペーンモデルと言ったらいいかな、こういう感じで。で新曲のフリーニっていう曲を使って今回のプロモーションしてるみたいなんですけど、これもビルボードホット200とかにもランクインしてますし、すごいヒット曲になってますね。こちらラブサンシャイン、ラブシャインか、こうですね。やっぱちょっとリップ似合うね、デュアリパさんがやるとね。でこの商品のニューコレクションのイベントに翔くんが呼ばれたわけですね。こちら YSL ラブシャインということで、めちゃくちゃいいよね。これ CG のアニメーションかなと思うんですけど、はい。でまあ男性でアジアから呼ばれてるの今のところ平野翔くんだけなんじゃないかなっていう感じがして、まあこれからもっと他のイベントとかもサプライズがあって、出てくると思うんですけど、とりあえず男性のアジアアンバサダーで平野翔くんが今牽引してる感じになってますね。こちらデュアリパが宣伝してる YSL Love This Lipstick、このリップスティックが大好きって言ってますね。で、ラブサンシャインファクトリーっていうこのイベントが26、27日にオープンしますということですね。The city of light and love is getting ready to shine like never before ということで、ライトと、ラブ、
愛の、ま、街ですね、パリで、ラブサンシャインのこのコレクションが輝くの、今まで以上に輝く準備ができていますと。 What's going on? ということで、準備どうですかみたいな、どうですかみたいな。 We can't say too much for now. 今のところは、詳しいことは言えないけど、 Set a reminder, watch this space ということで、リマインダーを、セットして、このスペース、この場所、ポップアップ見に来てくださいみたいな感じで書かれてますけど。ですね、A little love and a lot of shine are coming your way. Will you follow your heart to、love shine factor? こちらもですね、すごくポエティックな、もうすぐやってきますみたいな感じで、君のハートは、ついてきますかみたいな、私たちのファクトリーについてきますかとか、パリすぐ会いましょうみたいな感じですね。Your heart bursting with excitement, follow your heart ということで、心臓バクバクしてますか、エキサイトメントでワクワクしてますかっていう感じで、follow your heart、ついてきてくださいと。今回のイベントのに、心臓をこうハートを向けてやってきてくださいと。ぜひイベントに、参加してくださいというような感じの文章ですね。まあ、今回のスタイリングが YSL の多分リップもメイクも YSL で仕上げてきて、黒ジャケットにタートルネックで、下も黒のパンツ、全身黒で、で多分イヤリングパールなのかな、ちょっとキラッキラっとしたダイヤモンドかもしれないんですけど、でも本当に髪型と顔面だけで成り立つんです、平野翔の黄金ビジュは。なのでもう黒衣装でこうシックな感じで上品に仕上げてきたのも、で髪色がすごく映えるようなスタイリングになってるなと思って、で今ちょっと伸びてきたのか黒が目立ってますけど、あれもいいですよね。まあ言ってしまえばプリンって言われるんだけど、なんかこのコントラストもいいなと思って、この多分なんか2ブロック入れてるのかもしれないね、これ長さ的にね、ちょっと2ブロック入れてると思うんですけど、ここが黒になってて、このなんかコントラストも個人的に好きで、ちょっと伸びてきた感じのブロンドも個人的にめっちゃ好きですね。でこちらですけれども、でまあドーム公演が終わってで、いきなりちょっと配信があってびっくりしていると思うんですけど、パリです。で、これ、イベントをメイクアップとか衣装とかやる前の、翔くんのプライベート写真だと思うんですけど、今回こちらですね、やっぱダイヤモンドを多分、ドーム公演でしてたトラックス東京で買ったと思われる。で、ソールドアウトになってためっちゃ高そうなリング2個が、投稿されてたんですよ。今回のジュエリーショップで。それ翔くんがつけてて、おそらく本人が買ったっぽいんですけど、さすがですよねってところで、もう数百万でしょうね。めっちゃかっこいいサングラスと帽子と。いや、ほとんどなんかナチュラルメイクだと思うんですけど、めちゃくちゃ肌綺麗で、美しすぎる。で、ホテルも多分 YSL のこのホテルで、こうやって招待状とかもあって、風船もあって、でイベントに向けて万全ですって感じですね。こういう感じでもう商品が置いてあるのすごいよね、 YSL でね、はい、でパリといえばってところで移動してますね。でこちら実際にイベント入りをして、今回のラブシャインファクトリー、デュアリパさんがやっぱテーマソングというか楽曲もやってて、メインの広告モデルになっているわけなので、相当注目度は高いはず。で、まあ、最近増えているポップアップで、体験型ポップアップ、すごく没入感のある感じで、で、VR とかも、こういうのもあったりとか、ロボットが動いてたりとか、匂いのするリップスティックバーとかもあるわけですね。ファンっていうか、普通に行く方も楽しめる、お客さんも楽しめるしってところで注目度高いですね。写真撮られてますね。動画も撮られてますね。こちらです。商品を持って。多分これしてると思うんですけど、今、めちゃくちゃ艶があって、綺麗な発色ですよね、翔くん。やっぱ唇がね、超綺麗なんですよ、翔くん。で、こちら、ちょっと引き目の絵で撮られていましたけれども、ここの絵がかっこよすぎて、顔ちっちゃすぎて、黒衣装で。すごいよね。で、もう28万いいね来てるんですけど。で、ガチャポンがある。キャンディーショップって書かれて、当たりますと。で、こういうの結構置いてあって、クレーンゲームもあって、で、それでも実際にこう取って当たるかもしれない。で、ガチャポン回してもリップスティックかというか、このコスメが当たるかもしれないと。だから、行ってもいい、楽しいし、ビジュアルでも楽しめるし、アクティビティを通しても商品のことを知れるみたいな感じになってるので、すごい上手いなと思った YSL さんの今回のイベントは、こちらですね。ちょっとバーにこう腕を置いて。眺めている平野翔、めちゃくちゃかっこよくないですか。で、このキャンディーショップみたいな上に書かれてるんですけど、ちょっとキャンディー、本当にお菓子屋さんみたいな感じで、この瓶にジャーっていう、まあ言いますけど、ジャーに商品が入っているっていう、すごいおしゃれなコンセプト。で、先ほども言いましたけども、まあ女性のコミュニティ支援とか、生物多様性とかを支援できるような成分が、今回のリップスティックには含まれているというわけなので、環境にもコミュニティにも優しいというところも入ってるし、このピンクも
今回これ来ましたけどピンク、ちょっと女性支援コミュニティ的な部分も入っているのかなと思って、さすがだな YSL ビューティーはなってところで、それをそういう今回の商品のコレクションを平野翔くんがこうアンバサダー、アジアンバサダーとして、まあ男性としてプロモーションするっていうのはすごい意味があることだと思うし、今後も引っ張っていってほしいと思う。めちゃくちゃかっこいい。ちょっと商品持って、いわゆるキネ顔なんだけど、あまりさ、なんか不自然、もう自然なんだよね、何やってもポージングがかっこよすぎる。このジャケットどこのか気になるけど、めちゃくちゃかっこいいね、レザーのジャケットで。似合うよね。ちょっと最近無比の CM の動画も上げたんですけど、2年前の平野翔くんを見て、今の翔くん見ると、2年で男性、男ってこんなに変われるんだ、こんなにセクシーに大人っぽくなれるんだと思って、ちょっと世の男性に、希望を与えた平野翔は。うん、マジでかっこいいし、驚く、なんかブロンドがここまで似合う人いないし、無比、2年越しの平野、かっこよくなりすぎててびっくりする。2年でここまでなんかかっこよくなれる。もともとかっこよかったけど、こんなにセクシーになれるんだってのが、個人的に驚きだった。こちらですね。パリのタクシーで移動中の平野翔くん。満面の笑みでございます。で、多分パリのお食事結構楽しんでらっしゃったと思うんですけど、パリもう美食の街です。ワインとかお酒は飲まないと思うのでワインはあれですけど、パリのねフランス料理堪能してくれるといいなと思います。とりあえずバゲットとかパンも美味しいので、そうクロワッサンとかも翔くんに堪能していただきたい。で今の時期天気はヨーロッパあんまり良くないんですけど、ぶっちゃけ6月ぐらいから結構良くなるんですよね、イギリスとかフランスパリとかは。なのでちょっと曇りな感じですけれども、こんな感じで、もうこの曇りもなかなかいいよね、なんかおしゃれな感じでね、エモいよねって思いますけど、すごい綺麗。これメイク後の翔くんなんですけど、すっぴん後と比べてもやっぱさ、ほぼすっぴんでもさ全然かっこいいんだけど、やっぱこの今回のリップ、ラブシャインコレクションのリップの発色でちょっとピンクな感じでツヤ感もあっていいよね。いい意味でちょっとフェミニンさもあって、でも翔くんのこのキリッとした眉毛と目と顔立ち、ちょっと男らしさもあってすごくいい仕上がりになっているんじゃないかなと思います。そのうち多分リタッチすると思うんだけど、ちょっとこの黒髪が見えてるブロンドの翔くんめちゃくちゃかっこいいと思う。うん、多分そのうち美容院行くと思うけど、一回自分がブロンドしたけどやっぱすぐ伸びちゃうんですよね。かっこよすぎる。こちら横顔、結構横顔で撮られてるショットありましたけども、すごい映える。もう鼻筋も綺麗だし、顎のジョーライン、海外だってやっぱジョーライン結構大事なんで、顎のライン。すごい翔くんはそれでも注目されると思います。ジョーライン、すごい綺麗な顎のラインですね。で、今回 YSL のラブシャインファクトリー上げてました。のこの入り前のプライベートショットもめちゃくちゃかっこいいなと思って。もう翔くん420万人行きましたけども、今回デュアリパさんと一緒に写真撮ってたってことで、もしかしたら後日上げてくれるかもしれないんですけど、まあ音楽活動がメインなので、今回ツアーとかも予定されているみたいだし、デュアリパさんね、ベルリンとかも回るみたいですね。クロアチア、フランスとかも回るみたいなんですけど、もう LA、まあ拠点にしてると思うんですけど、まあイギリスから育ちの、生まれ育ちのアーティストさんで、イギリスでもすごい人気らしい。なんかファンの層的には10代、ティーンと20代。が結構メインのファンかなっていう感じで、楽曲もすごいキャッチーで、で女性の力強さとかもあるし、なんかちょっと昔の曲サンプリングしたような感じのエモい曲も作ったりとかもしている、なんかディスコっぽい曲が多いかなっていう印象で、すごく乗りやすいかなっていう感じで、踊ったりとかもする時もあるんですよ。で今回のグラミー賞のパフォーマンスでもうガチで踊ってて、すごいセットとかもすごかったので、ぜひ見ていただきたいし、そうデュアリッパさんステージの、ね、作り方もなんかカリスマもそうだし、存在感が目力とかもそうだし、やっぱかっこいいんだよね、女性像として。そういう意味でいろんな女性ファンがね支持しているわけですね。だからで前回一緒にイベントパリのルイ・ヴィトンで招待されたジャクソン・ワンもフォローしてますね、デュアリパをね。ビルボードもフォローしてますけど。で、翔くんってやっぱこのデュアリパが一緒に写真撮ってたって大興奮だし。で、このやっぱ、ファンにこう、ハローって言われて、ハローってちゃんと笑顔で言い返せるってところがすごいなと思ったし、スタイリングもめちゃくちゃかっこよすぎた。今回ちゃんと、でインドネシアのイベントで多分英語でインタビュー答えてただろうし、で、ここでインタビュー受けてたところを、
他の配信者が撮ってそれも上がってて TikTok とかでバズってたみたいな状況が起きているんですよね。すごい。んで、まあ一番個人的に上がったのもしかしたらニュージーンズとかとも一緒に写真撮るかもしれないね、ダニエルちゃんとね。そうなったら韓国でももっと人気出ちゃうね。もうニュージーンズはあの BTS の事務所なんですけど、あのディレクターさんがね、ニュージーンズのディレクターさんミンヒジンさん、プロデューサー、プロデューサーがミンヒジンさんで、少女時代とかエクソとかディレクションしてた方が今プロデューサーについてて、でも海外でもすごい、アメリカでも人気だし、ニュージーンズすごいね。世界でもニュージーンズ流行、大流行してる感じで、スーパーシャイとかっていう曲も相当ヒットしたし、もうほんと数組しかいないんですよね、韓国のグループで。アメリカのビルボードホット200、アルバムのチャートにランクインしたグループって、BTS とか TWICE とか、あと、さっきのルサラフィムか。とか、あの、ニュージーンズとか、あと、セブンティーンとか、あと、ストレイキッズとか、そのぐらいなんですよ。数えるぐらいなんですけど、そこにちゃんと新人って入ってるってのが、ニュージーンズの凄さで、勢いがすごい。デビューして間もなくに、もうちゃんとビルボードに、ホット100、200にも載っているグループなわけで。で、アンバサダーとかももう、あの、ひっきりなしにね、来てるみたいですね。ニュージーンズ。で、翔くんも、このイベントに、アジアアンバサダーもほぼ代表だよね。日本代表みたいな感じで呼ばれて。で、デュアリバーも結構背高いね。174くらい。あるのかな、大きいイメージ、スタイルいいイメージですね。で呼ばれていて、外のパパラッチもそうだし、実際に呼ばイベントに呼ばれた普通の方々、メディアの方々もだと思うんで、一般の方もそうだし、関係者が写真撮ってる。デュアリパ様が降臨なわけです。と隣が平野翔ということで、これだけでちょっと3倍の飯食える人世の中にいっぱいいると思う。世界にめちゃくちゃいると思う。激アツコラボすぎて、8000万フォロー超えでしょ？相当影響力のやばい方だし、個人的に楽曲のコラボとかがもし起きてしまったら、でも絶対ないと思うんだけど、デュアリパやばいから。あったらもうちょっと一瞬で世界取れるっていう感じはしてるし、楽曲のコラボは無理でも何かしらの今回のコネクションができて、なんかお仕事一緒にできたらなとかも思いますね、デュアリパとね。そんぐらいすごい方。で、翔くん多分緊張してると思うんだけど、緊張してる時もすごくナチュラルで、すごいセクシーな表情される方。で、もうパリでやっぱルイ・ヴィトンもそうだし、今回 YSL っていうことで、イベント、数々のイベントに、もう2個目だよね。で、どんどんまた増えていくと思うし、ハイブランドを通して、世界の平野翔が世界に羽ばたいていっている感じがもうすでにしていて、大興奮が、冷めません。かっこよすぎます。もう翔くんと同じくらいだね、身長ね。やっぱデュアリパもスタイルいいし、この二人の並びがやばすぎて、これだけでちょっとすごいよね。世界的影響力やばい、この二人。アジアの平野翔と北米イギリスのデュアリパも、全世界だけどデュアリパすごいなと思った。改めてこのスタイリングもめちゃくちゃかっこよくて注目です。この分け目ちょっと変えて、毛流れ感があるのが最高でやばすぎますね。今回あのラブシャインファクトリーということで、大注目の新作コレクションで、まあいろんな写真とか動画とか撮られてますけど、やっぱパリスビデオスターズが動画上げてくれるってことは、やっぱ翔くんすごいんだよね、多分。再生数も軒並みすごいし、インプレッションもやばい。この動画、かっこよすぎませんか？ちょっと緊張して、キョロキョロしている平野翔もかっこいい。でもやっぱすごい落ち着いてるよね、こういう時でもね。しっかりこういう公の場ではしっかりとしている翔くん。バラエティ番組には天然が出ちゃう平野翔くん。ということでございましたけど、改めてイヴ・サンローラン見ていきました。ラブシャインファクトリー26、27日になっておりますので、現地行く方はぜひ行ってみてほしいし、気合入ってる感じするね。デュアリパを使ってくるってことは相当だよねってところで、今回見ていきました。平野翔くんとイヴ・サンローランのコラボがまた見れるなんてってところで。で、あの、没入感のあるすごいポップアップになっているので、いろんな方にぜひ足を運んでいただきたいし、YSL ビューティー、こちらですけど、ガチャポンできたり、クレーンゲームあったり、平野翔が行っていた現地にぜひ行っていただきたいなと思います。女性もそうだし、平野くんみたいに男性でも一応できるのとしていただいてもいいし、発色がめっちゃ綺麗で、ツヤ感もいい感じがしている。このデュアリパさんみたいな感じでね。すごい綺麗なお色だよね。うん。いろんな方にぜひ。ちょっとグロスって書いてありますけど、グロッシー。すごくツヤ感のある感じで、素敵すぎますね。はい、ということで見ていきました。今回ですね、新しいラブシャインコレクションのファクトリーということで、ポップアップストアのイベントに翔くんが招待されていたということで、ドーム終わって間もなくパリに飛び立つということで、時差もすごいし、多分疲れると思うんだけど、こうやって海外でもちゃんとアジアアンバサダーとしてね、活動して、商品のプロモーション
とかイベントに招待されているパリの姿を見て感動いたしましたということで、翔くんの今後の活動にも期待だし、まあ、ルイ・ヴィトンも同時並行やってるってことで、メイク系はビューティー系は ISL で、ルイ・ヴィトンのファッションとかね、衣装とかはルイ・ヴィトン着たりとか、で、前回のドームでも、ね、ジュエリー系はトラックス東京で、かなり海外セレブとか、日本の有名アーティストさんでも他のジュエリーショップとかで、ジュエリーのつけてましたけれども、いろんなこうコーディネーションとかスタイリングとか、今後髪型また変えてくるのかなとか、そういうのも楽しみだし、男性がね、今回のコレクション、プロモーションアンバサダーとして、ちゃんと招待されて、こういう商品自体のね、成分とかも見ましたけども、コミュニティ、女性コミュニティ、生物多様性とか、そういうの支援、入っている成分が含まれているリップスティックって、商品自体もすごく魅力的で、商品、それを翔くんがプロモするって、アンバサダーとして宣伝するっていうのが素敵すぎませんかってところで見ていきましたけども、やばいですね。ちょっと最後にコメント見ていこうかなと思います。Glad to see you having a time of your life show ということで、すごく楽しんでいる姿見れて嬉しいです。Cheers to owning the Asia Ambassador title ということで、アジアアンバサダーというこの肩書きをね、ものにしている素晴らしいと思いますみたいな。Hope you're able to go sightseeing before heading back to Japan ということで、日本に戻る前にちょっと観光してくれたら嬉しいなと、パリの方かな言ってくれてますけど、日本の方もたくさん、どれも かっこいい、何中にガチャ、中にガチャ真剣、ね、ガチャに真剣なところも可愛い、わかります。こっちの写真も最高、かっけえかっけえ、翔くん嬉しいですね、美しい。朝一でこの投稿が見れる、まあ、時差もあって朝一だったんですけど、たくさん投稿ありがとうございますとか、パリでもかっこよく可愛い翔くん最高ですとか、かっこいいよ朝からたくさん頑張れますとか、素敵な写真たくさん、そのリップ気になるなくらいだったけど、翔くん手に持ってると欲しいが確定するということで、まあ、このコレクションまたイベント招待されたということで、増えてくる、売れめちゃくちゃ売れるんじゃないかなと思う。デジタルクリエイターさんもいいコメントしてますね。朝からこの翔くんはもうちょっと冷静になれないかもです、言ってましたね。もう朝からこの投稿で寝れない、ね、仕事通勤に迎えない翔くんファン続出だったんですけど、ということで見ていきました。ご視聴ありがとうございました。 Thank you guys for watching. Stay safe and healthy. See you guys in the next video. 次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。